改善しているとしています。気象情報です。強風や波浪の注意報が関東地方の広い範囲と伊豆諸島、小笠原諸島、静岡県の伊豆南に、その注意報が伊豆諸島の大島に、波浪注意報が栃木県北部に、乾燥注意報が関東地方の広い範囲に出ています。各地の今日の天気です。関東地方南部は一日晴れでしょう。関東地方北部晴れですが、ところに夕方まで雪が降るでしょう。伊豆諸島北部の今日は曇り時々晴れ、ところによって夕方まで雨が降るんです。伊豆諸島南部の今日は曇りで、三宅島から夕方まで雨が降る。小笠原諸島の今日は曇り時々晴れでしょう。静岡県東部伊豆地方は晴れ時々曇り、ところによって昼過ぎまで雨が降るでしょう。関東地方のニュースは二宮正弘でした。0時20分です。昼の憩いです。奈良県葛城市の山中よし子さんからのお便りです。甘酒をいただきました。温めて飲むと自然な甘さと米粒の柔らかさが口いっぱいに広がります。子供の頃、母が甘酒を作ってくれた。新聞紙が包んだ鍋をこたつに入れていた光景が蘇ってきました。北海道愛別町にお住まいの中井典子さんからのお便りです。